オマル・アブド・ラフマーンは、エジプト出身のイスラム主義活動家、テロリスト、イスラム集団の精神的指導者で、世界貿易センター爆破事件にあるクソール事件の首謀者として、逮捕、終身刑が宣告され、アメリカのオスカロライナ州、ローリーの北東70キロメートルに位置するバトナーのメディカルセンターが付属している、連邦政府強制複合施設に収監されていた。日本メディアでは、 オマル・アブドル・ラフマンなどと表記される。アブドン・ラフマンには妻が二人おり、子供を住人なした。そのうちの一人のアースイム・アブドン・ラフマンは2001年以降、ウサーマ・ビン・ラービンの最側近と言われ、ビン・ラービン同様にターリーバーンからアフガニスタンの市民権を与えられた。アースイムはユダや十字軍に対する聖戦のための国際イスラム戦線の指導者の地位にいるとされる。 オマル・アブド・ラフマーンは、エジプトのダカリーア県に生まれ、幼くして、糖尿病から盲目になった。幼児期から、イブン・タイ・ミーヤのサラフィー主義や、サイード・クトゥブのクトゥブ主義に傾倒した。カイロのアルイコール・アズハル大学入学後は、注目されるようになり、反体制であるとして、東国を経験する。オマル・アブド・ラフマーンは3年間、エジプトの獄中で過ごすが、この間、ひどい拷問を受ける。 その報復が1981年のジハード団によるサダドエジプト大統領暗殺となった。アブドンラフマーンの関与は実証されなかったが、アブドンラフマーンは国外追放となりアフガニスタンに向かった。パキスタンのペシャーワルでは死であるアブドゥッタ・アッザーブがビン・ラーディンを従えてマクタブ・アルヒダマトを組織していた。ここでアブドンラフマーンは、 ビンラ・ーディンと緊密な関係を結んだ。マックがアルカイダに改組され、アブドゥッタ・アッザームが暗殺されると、アブドン・ラフマーンはアルカイダの思想上の指導者となった。1970年代には、エジプトの2つの主要なイスラム主義組織である、ジハード団とイスラム集団の双方で頭角を表し、両者の接近が実現する。九百八十年代には、ジハード団は、 その後アルカイダをビン・ラーリンと共に指導することになるアイマンザワー・ヒリーが率いていく。1990年、アブドン・ラフマーンはアルカイダのアメリカでの拠点構築と財政面での基盤づくりのためにニューヨークに移った。アブドン・ラフマーンは旅行者用のビザでサウジアラビア、ペシャー・アワルやスーダン経由でニューヨークに入り、アメリカ・カナダで精力的に活動。 ニューヨークでは3つのモスクで説教を行った。アメリカのイスラエル人極右のメールカハ羽を暗殺したエルサイードノサイルなどと交友を持った。エルサイードノサイルらは世界貿易センター爆破事件を引き起こす。ノサイルらにはビンラーディンから資金が提供されていた。この事件後 FBI はアブドンラフマーンやノサイル周辺を捜査。アブドンラフマーンらが国連本部や リンカーントンネル、ジョージ・ワシントン・ブリッジなど5箇所を同時に爆破するニューヨークランドマーク同時爆破計画を進めていることが発覚した。1993年、アブドン・ラフマーン役人のテロリストは FBI に逮捕された。1995年10月1日に有罪宣告がなされ、1996年に終身刑が確定した。 2017年2月18日に、アメリカのオスカローライナ州の連邦刑務所の医療施設で、自然死した。ABCD、アブデルラーマン死死去イコール米防疫センター爆破で、服役、ヤフーニュース。時事通信。http コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl、a イコール2017万219から00006 00。 やいえぬ雨。ありがとうございます。